3年後には池谷さんと勝負をするようになるかもしれませんね。そうですね、はい、はい。さて女子の方は床の演技です。中国の呉行麗選手です。8人が出場している種目別床の演技7番目の選手です。これまで6人が終わって現在トップがルーマニアのラザル、そして第2位に中国の楊立斌がつけています。第2位は日本の小菅がつけています。今回2名の中国選手来てるんですけれども、とても個性があって、しかもまだそんなには強くないんですけれども、将来がとても楽しみな素材を持ってる選手たちですね、はい。まあ、ご覧いただければ分かると思うんですけれども、手足が長くてとても柔軟で、まあ、まだまだ弱さを感じるんですけれども、強化次第ではまだまだ上位に行く可能性がありますね、はい。最後の今の2回宙返りなども高さが随分ありましたね。そうですね。中国の女子選手はもう柔軟性と、あとはもうとてもさっきの池谷選手の話じゃないんですけど、指先まできちんと伸ばしてきちんと足を閉じて演技をするということがもうしっかりできてるんですね。なるほどね。足を開いて行う選手が多い中、この選手は足をきちんと閉じて2回宙返りやってますから ね、 そういうところを評価したいですね、はい。14歳中国の呉行麗です。中国のジュニア選手権では上位に入っています。ミスのないいい演技を行いました中国の呉行麗。まあ、今はこうちょっと緊張した表情ですが、普段はとても可愛らしいんですよね。そうですね、中国の、とても愛嬌があるんですよね、はい。さあ得点が出ました 9.675 です。9.6